は、あみです。今日は大晦日です。2020年たくさん動画をアップしてきたんですけど、見ていただいた皆様ありがとうございました。2021年も楽しめるコンテンツをアップしていきたいと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。今年は移住して2年目になるんですけど、去年の大晦日はモロッコで過ごしたので、オランダで年を越すのは今回が初めてになります。日本では大晦日に年越しそばを食べると思うんですけど、オランダではオリボーレンを食べます。オリボーレンはこちらです。これですね、揚げドーナツです。このオリっていうのが、油っていう意味で、ボーレンはボール の複数形になるんですけど、油でできたボールっていう意味ですね。昔は大晦日だけ食べられていたそうなんですけど、どんどん時期が早まっているそうで、今は10月ぐらいから冬季の定番のやつとして食べられています。スーパーにはこのオリボーレンと、あと粉砂糖をたくさんかけて食べるのが定番なので、そのオリボーレンと粉砂糖がたくさん並んでいます。私もすでに何個食べたかわからないぐらい食べているんですけど、今日は大晦日ということで、これを作ってみたいと思います。はい、キッチンに移動しました。久しぶりのクッキング動画ですね。今日使うのはこちらのオリボーレンのキットです。コンプリートパケットっていう風になっていて、その、粉とか、あとドライフルーツとか、あと砂糖も入ってるのかな、これは。はい、粉砂糖も入っています。他に用意しなきゃいけないのが、卵が2つと、あと、300ミリのお水と、揚げるためのひまわり油です。早速作っていきたいと思います。まずボウルに全ての材料を入れます。オリーブオイル、フルーツ、いい匂いがする。はい、卵2つ入れます。はい、あとお水を300入れます。1分くらいバター状になるまで混ぜます。はい、あ、意外と水多いかと思ってたけど、意外と大丈夫になってきた。はい、こんな感じになりました。そしたら、2、3分放置して、油を温め始めます。ちょっと発酵させる感じなんですかね。はい、これはひまわり油です。結構たくさんいるんだな、きっと。あんまり入れると怖いから、コロコロ転がしながらにしよう。190度まで温めます。コーヒーのドリップケトルについている温度計を使いたいと思います。よし、OK かな。はい、190度まで上がったので揚げていきたいと思います。で、生地を油に入れていくんですけど、本当はアイスをすくう時に使うやつがあると便利みたいなんですけど、ないので、スプーン2つでつくねみたいな感じで作るのかな。はい、生地を落としていきたいと思います。大丈夫かな、初めて。結構ゆるゆるなんですよ、これ難しい。これぐらい結構入れたいんだけど、なんか、あ、こんな感じかな。ちょっと待って、硬いぞ、大丈夫か。じわじわ、お、できた。そこ、いいじゃん、なんかいい感じで、もう色がついてます。あ、やばい、くっついた。くっついちゃった。これを、あ、
焦げちゃうのかな、これ。やっぱりもうちょっと怖いけど油を入れた方がいいかも。なんか揚げたら大きくなってきました。ちょっと入れすぎたかもしれない。ちょっと取り出してみます。続けて作っていきたいと思います。こんなに大きくなっちゃったので、もうちょっとちっちゃめに作ろうかなと思います。絶対さっきのやつ揚げすぎた気がします。さっきのはこちらです。揚げすぎですよね、きっと。裏がすごい。揚げたてが美味しいので、ちょっと食べちゃおうと思います。キットに入っていた粉砂糖をかけます。いただきます。美味しいです、ちょっとやっぱり。見た目はサーターアンダギーみたいな感じなんですけど、あんなに硬くなくて、外はちょっとカリカリしてるけど、中はもちもちです。はい、美味しいです。うん。これはもしかしたら外で食べるより、うちで作った方がいいかもしれない。結構外のは、屋台のは、あんまり出来たてっていうのにありつけたことがなくて、こっちの方が美味しいかもしれないです。揚げてから2日は持つそうで、冷凍庫だと2ヶ月持つそうです。はい、ということで今日はオランダの大晦日に食べるオリボーレンを作ってみました。じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました。また。